新しいパンチのコンビネーションを公開します。今回はクロスカウンター、右クロスカウンターの打ち方を公開します。まあね、あなたも知ってると思いますけど、カウンターこれが決まると相手に強烈なダメージを与えることができます。一瞬でね、KO になったりとか、まあ、カウンターをもらうと、もう壮絶な、ね、強烈なダメージをね、与えることができると。代表的なカウンターで、右クロスカウンターというのがありますね。右クロスカウンター。これはどういうパンチかというと、相手の左ジャブが飛んできますね、まずね。ジャブが飛んできたら、自分の頭の状態をね、こっち、まあ、私から言えばこっち左でね、左にずっとずらすと。ずらしながら、相手ジャブを打ってきてるわけですからね。打って、そのずらしながら、自分の右のストレート、それを相手のジャブ、左ストレートに、ジャブに乗せていく。で、相手のこの顎ね、こうねじり込む感じね。相手のジャブに合わせて、相手のジャブ打ってきた、うんと。ジャブに対して、自分も前に踏み込んで、相手のジャブはこっちに抜けるわけですよ。パンチはね。それに対して、自分のパンチは相手の顎に入っていくと。右クロスカウンター。まあ、これは、打ち方が、まあ、言えば単純なんですけどね、こういうふうにね。言えば単純なんだけど、難しいのは、相手のタイミング、ジャブのタイミングをまず知らなきゃいけないんですよ。これが打てるようになるには、相手のジャブが、まずね、ジャブがどういうタイミングで来るのかっていうのを知らなきゃいけない。測らなきゃいけない。自分のタイミングを覚えなきゃいけない。例えばね、こうジャブね、こうジャブ打ってください。このジャブに対して、このジャブに対して、あ、この選手は、こいつはこのジャブで打ってくるな、このタイミングで打ってくるなというのを見抜かないから。見抜いて、その見抜いた瞬間にすぐに仕掛ける。右クロスね。打ち込むと。そうすると相手は、そのジャブを次から、あまり自信を持って打てなくなったりとか、それ手数が減る可能性がありますよね。自分のジャブが見切られちゃって、それに右クロスを合わされるということは、やばい、見切られてると思うわけですよ。だから、まあ、相手のね、布石というか、その攻めに対して、布石を打つ効果もあるし、それがもちろん決まれば、相手にね、ダウンというか、まあ、KO する可能性も出てくると。これね、まあ、やることは、戦ってる中でやることは、まずね、相手のジャブをとにかく受けてみる。受けたときに、あ、こいつこの感覚、この雰囲気、このタイミングでジャブ打ってくるなというのをまず知らなきゃいけない。だから練習の仕方としては、まあ、練習でスパリングでね、マスボクシングなり練習で、とにかくいろんな人のパンチ、ジャブね、受ける。受けて、それに対して練習するしかないんです、これね。このタイミングだけなんで、これは。あ、これジャブ打ってくるな、次ジャブ打ってくるなっていうのを自分で判断して、こっちジャブ絶対打ってくるなっていうのを想定して踏み込んでクロス打つんで、だからもう求められるものはあなたの勘なんですよ。これ相手の雰囲気を読む。あ、こいつジャブ次打つ、この人のジャブはこのタイミングだと、それに合わせて一緒にやって打ち込む。で、ジャブを相手はね、強いジャブを打ってくるときに相手も前に来てるわけですね。で、自分もクロスカウンターは自分も前に出すよ、もちろん。体重前に出して、踏み込んでいく。そうすることで、車と車がぶつかると一緒ですね。こう、バーンって。相手も来る。で、自分も前に踏み込む。体重を乗せていく。そうすることで、これね、強烈なダメージというか、与えることができる。だから、ジャブに対して自分も踏み込む。踏み込みながら、右、クロス、ジャブに対して、ねじり込むような感じ。まっすぐこう、ジャブは左ジャブをここに抜けるんで、そこかぶせていく。で、相手の右の顎を狙う。とにかくこれは練習するしかないんだけど、まあ、スパーリング、マスボクシング、これでいろんなパンチの選手ね、もっと言えば、もうパンチを避ける練習をしなきゃいけないんですよ。もう相手の、パンチを避ける練習っていうのは、もう相手の、
打ってくる雰囲気をいかに感じれるか、次はこの選手はこの次こういうふうに打ってくるなというのを、ジャブ以外でもね、右ストレートでも左フック、右フックでもアッパーでもないでも、次この選手はこういうふうに打ってくるなというのをいかに自分の中に勘でね、分かるかどうかなんですよ。パンチ受けれるかどうかって、ブロックできるかどうかもそうだけど、だからこれを身につけるには、とにかく根底的なやり方はとにかくスパーリング、マスボクシング、実践を経験を積むと、それで、自分のパンチの勘を養うと、ね、そうすることで、そのクロスカウンターも打てるようになってきます。最初からクロスカウンターばっかりやってもしょうがないんでね、だから、スパーリングで、ね、とにかく、最初はね、クロスカウンターの練習でジャブ打ってもらうんですよ、自分でね、自分じゃない、相手にね、ジャブ打ってもらう、ジャブ打ってもらう、ね、ジャブ打ってもらう、それに対してクロスの練習する、練習するで、体の体幹、体の感覚で掴む、その打ってることをね、そうすることで、上手くなっていきます。はい、じゃあこれが右クロスカウンターの打ち方ですね、コツになります。はい、じゃあまた次回。